じゃあその25人はガチですか。あのすることといえばどこまで OK なんですか。手を寝てます。へえ。東大の僕工学部卒業して、でその後あの大学院まで行っといてですね、理系の。え、何ですか専門は。専門は物理化学みたいな、まあプラズマ材料工学っていうのを研究してたんですけども。へえ、もうエリートです、エリート。でもバチェラージャパンに出るってすごいなと思いました、僕正直。あ、皆さんそうおっしゃってください、まあ、何回も言ってる、聞かれてると思いますけど、いやまあリスクあるでしょうとか、よく出たねみたいな言われるんですけど、うん、でもまあ面白そうだからっていうのと、あとはその自分の立ち振る舞い次第でそのリスクっていうのは、まあ、いかようにもコントロールできるなと思ったので。僕ねダイジェストしか見てないんで、はい、全部見てないんですけど、正直すごいところだけこうつまんでる映像ですよね。一番衝撃的なところがつままれてるので。何人ぐらい相手にしたんでしたっけ。最初25人の女性が脱落してくる。そうなんです。それが20人になり、16人になり、13人になり、久保さんが決めるんでしょう。はい。わお、全部僕がしかも2時間、25人と2時間だけパーティーやって、それで5人落とすっていう。そんな強烈。やっぱりそれはこうなんか直感力というか、うん、あの何か引っかかりがある子、うん、もう何の引っかかりもない子を逆にこうごめんなさいっていう風にするっていう。なるほどね。一応全員とはもう必ずこうコミュニケーションを取ったんですけど、最初は消去法みたいな感じですよね。25人はもう久保さんは関与してないですか。25人になるところ。あ、そこ僕全く関与してないです。でもなんか私はこういうのが好きだとか、そういうアンケートとかやってるんでしょう。あ、は僕のその女性のタイプとかは、はい、あの伝えてますけども、うん、まあ、それを汲み取った番組側がでもね、もうすごい幅広かったですからね。ああそうなんだ。僕の好みのタイプをどう解釈したらその25人になったんだ。あの僕はなんていうのかな、フラットな女性が好きなので、うん、まあ、サバサバしてるっていうか、まあ、平たく言っちゃうと、うん、結構アウトドアだとかスポーツだとか大好きなので、そういうの一緒に楽しめる女性、うん、まあもちろんあの美人な人が好きですけれども、もう結構条件厳しいですね。あ、そうですか。すでに厳しいです、ね。口やかましい感じですか、ね。いや。25人が選ばれました。はい、引っかかりのない5人が切られました。切りは何日後？はもう3日後ですね。3日後の間に何やったんですか、20人と。20人残ってるんですけど、グループデートみたいなのをするんですよ。あ、何人ずつ？それが大体7、8人ずつなんで、だから8人ずつを2回でなんだけど、8人8人だから4人はもうデートすらできないみたいな。おお。居残り組みたいになっちゃってて。それ誰が選ぶんですか？あの、それは僕が選ぶんです。誰とデートに。かわいそう。その4人どうするんですか？あの家でっていうか、あのあるんですね、バチェラーハウスっていう、みんなが共同生活してる場所が、うん、あのそこで寝てます。へえ。その4人は消化試合ですか。じゃあその4人はもう最後のチャンス、一番最後のチャンスが、あの選抜の前に、うん、あのまたパーティーがあるんですよ、2時間の、うん、もうその2時間に全てをかけるしかない。なるほど、結構じゃあその25人はガチですか。だと思います。もうかなり、まあだから、まあ、バチェラージャパンに出て有名になりたいとかもあるけど、久保さんと付き合いたいかなみたいな。確かに、うん、だからもちろんその有名になりたいっていうのはあのゼロじゃないと思いますよ、うん、でだけど何がすごいって、みんな共同生活で下界と断絶されてるんですね、まず。であと携帯電話、これ完全取り上げ、あの残ってる限り携帯なし。超やることないですね。全くない。だからあのすることといえば、あのなんだろうなそのデートぐらいしかないんですよ。だから向き合ずっと向き合ってるしかないんで、ってなるとだんだんやっぱり人間って、僕も同じような生活だったんで気持ちが移っちゃうんですよね、すごく。で何人になるんですか。でその後に、予定では20人から17の予定だったんですね、うんうんうん、でなんだけども、1人自分からこう辞退した女性が出て、で16人になっちゃったんですけども、うん、僕が振られるパターンもあるんです、逆に。ああもうダメだなと。ダメだなと。あんまり合わないなと。あの響かないなっていう。もうあのなかなかショックですよ。あの、まあ、そうですね。女性がその20人ずらーっと見てる目の前でこう振られるっていう、ね。そしてその後は、はい、その後また3日後ですよ、まあ、大体こう3日刻みぐらいなんですよ、まあ、3日から4日刻みぐらいで、大体グループデートとパーティーと、はい、っていうのはずっとやって、はい、でまた何人減るんですか。でそっからは大体2人ずつぐらい減ってるんです。結構長いな。長いです。何日やったんですか。全12回あるんですけど、うん、
12回で、最後の1人まで選ぶっていう感じなんで、最後の方はもうそれぞれ1人ずつしか落ちていかないんですけど、なんか4人から3人、3人から2人長いな。長いです。めちゃくちゃ長かったですよ。ちょっとなんか団体戦やってますっていうのは何人ぐらいの時までですか？そうですね、7、8人ぐらいまではその団体戦がありまして、うん、まあ、グループデートっていうのが、うん、で、5、6人になってくるともう全部1対1で、いろんなとこ行くんですか？はい、沖縄で美ら海水族館貸し切りってやりましたからね。あれよさんっていいな。ジンベエザメの水槽の前2人だけっていうやりましたから。でもさすがにそれ普段のデートに何の参考にもなんないですね。でも貸し切れんじゃないですか。いやいやいや、その堀江さんだったらいけると思いますけど。いや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 、俺はやんないけどでもあれですね、残った女の子も結構楽しめてよかったですね。まあそうですね、うん、普段できないようなデートってありましたからね、うん、それはそれで大変だったと思いますけど、あのいい思い出にはしてくれたかなと思います。例えばどこまで OK なんですか？手をつなぐの OK とか、ハグ OK とか、キス OK とか。あれでもですね、番組的にはNG ラインってそんなないんですよ。いや、もちろん最後まで行っちゃうっていうのはないですけど、さすがに。最後まで行っちゃうのダメなんですか？アメリカではあるんですよ。でもアメリカ本国でやってるんですよ。ちょっと待って、ね、俺聞きたいんだけど、アイノリじゃないや、アイノリとかさ、テラサウスとか、それありなんだっけ？テラハはでもなんか、でもテラサウスはもう日本だと一応そこはなし、キスまでねっていうぐらいですかね。なんていうのかな、その結婚を前提にお付き合いをする人を選ぶっていう番組だったんですよね。はいはい、そうですね。相当ハードル高いですよね。だから高いんですよ。結婚を前提にって言ったら相当ですよね。今まで普通に例えばお付き合いする人って、うん、そんなに深く踏み込まない。例えばその人自身がいいなって、魅力的だなって思ったら付き合うんですけど、今回ご家族と回ってるんですよ。それ見ました。何人あったんですか、ご家族？女性3人残った段階で実家に行って、うん、ご両親に挨拶するっていう、どの面下げていくんだろうなと思いましたけどね。あれでもまあその結婚を前提に付き合う相手を選ぶっていう時には、結構そのご家族がどういう人たちなのかとか、家庭環境どうなのかっていうのも、意外と気にするんだなっていうのは思いましたね。いや気にするでしょ。俺結婚とかだからなんでしたくないかっていうと、もう親戚リスクが高すぎて。あ、最終的に何を決め手にして選ぶための理由を考える。まあでも最終的には3人から2人の時はまあ理由も考えてってしたんですけど、最後の2人から1人の時ってもうぼーっと考えて、もう仲間も直感的なものだったりします。あ、なんとなしに連絡したいのこっちの方だなとか、もう帰りがけになんかこうすぐ、まあ、メール送りたいのってこっちの方だなとか、もうそんな感覚です。最後は半年間じゃ禁欲生活ですか？もう全く禁欲生活です。そうだよね、はい、すげえ。すごい禁欲生活ですよすげえ。だって目の前にいるわ。そう、ずっと待てですよ、もう、ね、数ヶ月、そりゃ真剣になるわ。はい、そうなんですよ。そりゃ選べますよね、だからね、ちょっとワンチャンみたいな、そんな話はもう一切ないんですよ。そういや、ないですけどね、普段からね。いや、半年そういう状況あったら、もう俺付き合い終わってますね、もうね。あ、一周してますか、もう一周して、なんかもう一生を共にしましたみたいな感じ。だって付き合ってても結婚してても、そんなに毎日のようにこう顔つき合わせてデートしたりとかしないっすもん。あ、まあでもそうですよね。まあ、それはそうですけど、付き合っててもそんなに合わないでしょ。四六時中一緒にいるわけじゃないでしょ。まあ僕結構同棲、半同棲みたいなのは多いですけどね、付き合っちゃうと。ああ、はい。いや、なんですけど半同棲でもそんな行かなくないですか？飯食べてとかっていう、デートにそんなには行かないですよ、やっぱり。いや、行かないよ、行かない。今までしたデートの数ぐらいやってるでしょ。やりましたね、人生一生分のデートした感じでしょしましたね。デートの達人じゃないですか、これ